貴様の付け根を打ち漏らしてしまいましたわ。俺たちの今の力はこんなものだ。あの時でもそんな風に笑えるなんて。岐阜を奪還する。そろそろ野宿にも飽きてきた。貴重が貴族だ。森長吉ら近江の勢力と大阪を脱した丹羽長秀らを加えた信長軍は美濃関ヶ原で明智様之助秀光を破った。岐阜の奪還を目指す信長のもとに急報がもたらされる。本能寺で撃たれた機長の容体が悪化したと。捕まえられた。一、市長を頼んだぞ。さて、岐阜奪回としゃれ込むか。よし、軍議を始める。策を決めるぞ。物見からの知らせでは、これが現在の状況です。この戦、光秀の腹心斎藤利三を倒せば我らの勝ち。敵総大将の斎藤利三は天守閣にいるとのこと。我らは闇に紛れて進み、この辺りで火を放ちます。炎に巻き込まれぬよう迅速に進軍いたしましょう。なんだか懐かしい。早く私たちの家取り返しましょう。殿、夫人はいかがいたしまするか。
この布陣ならば必ず勝てましょう。よし、軍議はこれまでだ。お互いを受け切陣する。さて、岐阜の城を返してもらうか。行くぞ。私の思い成就させて。余計なこと考えない。今は勝つ。
待っておったぞい。武士に教えたいことがある。俺がしの一撃、結構効くはずだが。
先にこいつを倒すか。Thank you.
思い成就させて。ダメ、みんな頑張って。おみ、この一撃で粉砕する。
はどうです、いかがか。やばい、もうヒットポイントがねえわ。兵隊がいねえわ。
受けて立っていられる。離せ。一撃で粉砕する。Thank you.